今回の裏技は、セガラリー、チャンピオンシップ、です。通信対戦とマルコンに対応した、マイナーバージョンアップ版の、プラスも一緒に紹介します。モード選択画面で XY ボタンを同時押しすると、このように、レイクサイドコースが選択可能となります。レコードやオプションの BGM セレクトにも、同コースが追加されます。タイムアタックで3ラップスにカーソルを合わせ、XZ ボタンを同時押ししながら、C ボタンで決定すると、このように、開発者のゴーストカーが出現します。セガラリープラスではさらに、同じように3ラップスにカーソルを合わせ、XRZ ボタンを同時押ししながら、C ボタンで決定すると、開発者のゴーストカーのストラトス版が出現します。なおプラス独自の裏技はこれだけです。中級コースを逆走しヘアピンカーブのところまで進みます。モードはどれでもいいです。チェックポイント脇の男性が立っている崖が沈みます。モード選択画面でご覧のコマンドを入力します。このように隠しマシンのストラトスが出現します。チャンピオンシップモードではデルタの MT にカーソルを合わせ、方向キーを右に入れると、マニュアルのストラトスが選択できます。セリカの MT にカーソルを合わせ、方向キーを左に入れると、オートマのストラトスが選択できます。プラクティスモードのコース選択画面で、Z ボタンを押しながら C ボタンで決定すると、ライバルカーがストラトスになります。ただしレース画面になるまで、ボタンを押しっぱなしにしないと、成功しないようです。チャンピオンシップモードの、カーセレクト画面で、X ボタンを押しながら C ボタンで決定すると、エキスパートモードになります。このモードでは、自社の加速が良くなり、ギアが滑りやすくなります。ただし、ストラトスには無効です。動画で比べても違いはわかりませんが、コーナリングが安定して、走りやすくなるという感じですね。リプレイ画面で、Z と下ボタンを押しながら、LR ボタンを押すと、画面をズームインアウトできます。これはエンディングのスタッフロールでも可能です。さらに A ボタンを押した後に、上下左右 XYZ ボタンで、それぞれに対応した視点に変更できます。最後にゲームが始まる最後の決定画面で、X ボタンを押しながら A ボタンで決定すると、このように画面情報がすべて消えてしまいます。